こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、おしゃれなパパになれる冬服5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、こちらのチャンネルでは普段からですね、いろんなテーマを取り扱っているわけなんですね。例えばユニクロ GU 無印良品を使ったコーディネートの解説ですとか、あとはメンズ美容について語ってみたいだとか、イケオジについて語ってみたいだとか、様々なトライ&エラーを繰り返しているわけなんですが、まあ、その中でも実はですね、このようなおしゃれなパパ、イケてるパパを目指すためのですね、動画っていうのはあんまり撮ってこなかったかなと思うんですね。まあ最近イケオジの動画も時々出していますが、それと同じようにですね、おしゃれなパパ、イケてるパパを目指している方も少なくないかなと思うんですね。そして僕自身も男の子と女の子の2児のパパをやっていまして、普段からですね、休みの日にはなるべく悪目立ちしないように好印象なパパスタイルというところを目指しながらですね、コーディネートを楽しんでるわけなんですね。まあ、ファッションにもいろんな方向性があると思うんですね。もうマニアックにストイックにですね、自分が好きなファッションを着るというですね、方向性もあると思いますし、お仕事だったらビジネスの中で浮かないようなバランスを取ることも大事だと思います。あとは休日に家族と過ごすときには、あんまりエッジが効いた着こなしもやっぱりですね、悪目立ちしてしまうので、まあ、バランスを考えながらですね、パパコーデみたいなものをやってるわけなんですが、まあ、今回はですね、こちらの休日のパパコーデですね、このあたりを構成するようなアイテムをですね、皆さんにご紹介をしていきたいなと思っています。僕も結構普段ですね、家族と出かける時だとか子供のイベントなんかに行った時にはですね、いろんなパパの休日のスタイルをですね、よく見てるんですね。そうするとやっぱりですね、おしゃれなパパって昔に比べるとかなり増えています。ただ全体で見た時におしゃれなパパというのはだいたい2割ぐらいかなと思います。まあ、それ以外はちょっとやっぱりこうそんなにファッションに関心がなかったりだとか、まあ、バランスが整ってない方の方がまだ多いんですけども、それでもおしゃれなパパはだいぶ増えてきてるかなという印象です。で、ファッションっていうのはやっぱり感覚的にですね、身につける方が多かったりして、なかなかですね、どのようにコーディネートすればいいのかわからないというですね、パパ世代も多いかなと思うので、今回はなるべくわかりやすく、まずはアイテムベースでこのあたりの5点のお洋服を揃えておけば間違いないですよというところをですね、お伝えしたいなと思います。もちろんアイテムだけではなくて、それらをどう組み合わせるのかについてもお伝えしますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしているので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的におしゃれなパパ、イケてるパパを目指すためのですね、冬服を5つ皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まあ、具体的なアイテムに入る前に、そもそもおしゃれなパパっていうのはどういう人なのかというところですね、このあたりの定義について、まあ、皆さんと一緒に考えていきたいなと思います。ぜひ皆さんもですね、コメント欄で教えてください。こういったのがおしゃれなパパだとかイケてるパパだっていうですね、皆さんなりの定義も教えていただきたいなと思ってるんですが、まあ、僕の中でですね、おしゃれなパパの定義というのはやっぱりある程度明確にありまして、これはですね、日々いろんなパパを研究している中で生まれてきたものなんですが、まずはですね、おしゃれといっても幅が広いわけですね。おしゃれ上級者みたいな方もいれば、まあ、中級者ぐらいのですね、バランスよく他者から見た時にもちゃんと評価してもらえるような着こなしをされている方もいらっしゃるわけなんですが、まあ、僕はですね、おしゃれなパパというのは決しておしゃれ上級者ではないと思ってるんですね。というのも、子供たちのイベントなんかに参加すると結構ですね、いろんなパパがいるんですね。その中でもおしゃれじゃない方がだいたい 7.5 割から8割ぐらいで、おしゃれなパパが2割ぐらいいるような印象なんですね。その中に時々ですね、この人めちゃくちゃおしゃれだなっていう人もいるわけですね。いわゆるおしゃれ上級者と呼ばれるような方もいるわけなんですね。ただそういった方の着こなしって僕から見たらわかるんですよ。こういった意図でこういったブランドを使って世界観を作ってるんだなっていうのがわかるので、僕は見ていてすごいなと思うんですけども、そういったおしゃれすぎるパパを一般的な方が見た時にどう感じるのかというと、もう理解ができないんですね。自分の引き出しの中にそういったアイテムもコーディネートもないので理解ができないんですよ。そうするとちょっとこう雰囲気あるけど変わった着こなししてる人だなとか、独特の着こなしの人だなと思われてしまうので、意外とおしゃれすぎる着こなしって一般的には理解されなかったりするので、ここを目指す必要はないかなと思うんですね。例えばドメスティックブランドだとかハイブランドのお洋服で全身を構成するだとか、
あとはトレンド感満載の結構サイズ感も全部オーバーサイズだったりだとか、かなりエッジの効いた着こなしをしてたりだとか、まあそういった着こなしって結構周囲とのバランスが取れずに浮いてしまうんですね。そうなると決してこれが好印象につながるかというと、また別ジャンルになってしまうので、僕自身はそういったスタイルが嫌いではないし、そういったちょっとエッジの効いたスタイルをする時もあるんですが、休日におしゃれなパパを目指す時にはまずそういった着こなしはしないようにしています。じゃあおしゃれなパパはどのような着こなしをしているのかというと、まずサイズ感で言ったらタイトすぎるような着こなしもちょっとこう古く見えるので、これでもまあないかなと思いますし、まあ、ジャストサイズは悪くないと思います。かといってオーバーサイズすぎるのもちょっとトレンド感強すぎて癖が強すぎてしまうので、まあ、ジャストサイズからちょっと緩めのサイズ感、これぐらいで抑えておくのがいいかなと思います。でよくファッションの話をするときに、綺麗めとカジュアルのバランスみたいなことをですね、僕もよく言いますし、まあ MB さんもですね、よくおっしゃってるかなと思うんですが、まあこのあたりで言うと、結構ですね、おしゃれなパパは、割とですね、カジュアルめな着こなしをしてる印象が強いんですね。これなぜかというと、パパのですね、ライフスタイルとすごく密接な関係があるかなと思うんですが、やっぱり子供がいると、こう、抱っこしたりだとか、子供がもう走り回るわけなので、結構ですね、自分自身の運動量も上がるわけなんですね。なのであんまり綺麗すぎる着こなしをしてしまうと邪魔くさいわけなんですよ。例えば冬のですね、綺麗めなアイテムといったらロングコートがあるかなと思うんですが、これがおしゃれなパパにとってマストアイテムかというと、結構丈長すぎちゃって邪魔なんですよね。荷物にもなるし、ちょっとしゃがんだら裾の部分が地面についてしまうし、意外と使い勝手が良くないので、むしろですね、綺麗めよりは少しカジュアルな方向に振った方が僕はバランスがいいんじゃないのかなと思います。結構スポーティーなアイテムとの相性も良かったりするので、カジュアルとかスポーティーというテーマの方がおしゃれなパパにはすごくハマりやすいかなと思います。あとはアイテム自体の機能性ですね。このあたりも重要で、まあ、先ほど言いましたがアウトドアブランドとかスポーティーなものっていうのも機能的で、子供と遊ぶ時にもすごく使いやすいですし、あとは洗濯のしやすさだとか、このあたりも結構重要だなと思ってまして、やっぱりですね、おしゃれなパパ、イケてるパパを目指す時にはですね、夫婦関係円満であることもすごく重要だなと思ってるんですね。奥様が選択しづらいアイテムというのはやっぱりですね、手間をかけてしまうので、そのあたりのウォッシャブル対応してるかどうかも含めて考えるのもすごくいいんじゃないのかなと思っています。ということで、イケてるパパの定義としては、おしゃれすぎずに適度におしゃれ、まあおしゃれ中級者ぐらいの立ち位置ですかね。まあベーシックさを軸足にしながら、ちょっとサイズ感にトレンド感入れたりだとか、アイテム自体にもややトレンド感があるぐらい、決してやりすぎないようなバランスというとこですね。ここをちゃんと意識しているということ、そしてアイテム的には動きやすいようなスポーティーでちょっとカジュアルめのものがうまくミックスされるといいかなというところで、まずは頭の片隅に置いていただければなと思います。その上でですね、まず一つ目のアイテムからご紹介したいなと思ってるんですが、冬にですね、着るアウターですね。先ほども出てきましたが、ロングコートとダウンというですね、二つの選択肢で言ったら、圧倒的にダウンがおすすめかなと思います。まあ、綺麗めに見えるのは断然ロング丈のコートなんですけども、やっぱり僕たちパパはですね、外に冬でも行くことが多くて、外遊びしますよね。公園に長時間いると寒いんですよ。その時にはやっぱりダウンがあった方がいいし、スポーティーなダウンがパパのスタイルにも合いやすいかなと思うので、ダウンを選んでおいて、まず間違いがないかなと思います。じゃあダウン、どのようなものを持てばいいのかというと、いわゆるですね、昔ながらのステッチが大きく入っているようなダウンではなくて、スマートに見えるようなダウンがおすすめかなと思います。例えばユニクロで言うとハイブリッドダウンパーカーですね。このあたりがスマートに見えるダウンの代表格かなと思います。あとは僕自身もですね、愛用していますビューティーアンドユースの小松マテーレのリラックスフードダウンジャケットというのが、もうデザイン的にすごくスマートなんですね。これはイケてるパパにはめちゃくちゃおすすめのダウンだと思います。まあ、ビューティーアンドユースあたりで買い物するのはすごくですね、なんかバランスがいいと思いますね。このあたりの程よいトレンド感をミックスするっていうところでは、ビューティー&ユースとか、あとはもういつもですね、おなじみのグリーンレベルですね。このあたりは非常に使いやすいんじゃないのかなと思います。なるべくこう、さらっとした雰囲気のですね、ダウン系がいいかなと思ってまして、まあそういったものを買うか、もう一つですね、これ持っておくと結構いいなと思うのが、アウトドア系のブランドのノースフェイスですね。まあこのあたりは着ているパパも多いんですけども、スポーティーな印象がありながらも、ある程度認
認知度が高くてスマートさもちゃんと表現できるので、ノースフェイスのアイテムをうまく使ってあげるっていうのは結構ですね、イケてるパパを目指すためには効果的な方法かなと思います。結構僕もですね、運動会とかでいろんなパパ見てるとノースフェイスうまく使ってる方が多いなと思うので、アウターとかダウンにですねノースフェイスを持ってくるのもいいんじゃないのかなと思います。ただちょっと値段はダウンになってくると高いんですが、バルトロライトジャケットとかね、このあたりなんかを着てたらまあ間違いなくおしゃれなパパだなと思います。まあ、ちょっと前まではですね、バルトロはなかなか手に入らないようなレアなダウンだったので苦労と感も漂うかなと思いますし、デザイン自体もスッキリとシャープなのですごくですね大人世代には似合いやすいかなと思います。まあ、ちょっと値段が高くてですね、なかなか手が出ないという場合はダウンほど暖かくはないんですが、コンパクトのマノジャケットですね、このあたりもノースフェイスのロゴが入っていてデザイン自体は結構シンプルで使いやすいんですね。まあ、僕の動画の中でもですね、コンパクトジャケットはよくご紹介していますが、まあ、2万2000円ぐらいで購入することができて、防風性もあるのである程度ですね、内側を着込んであげればこれでですね冬を越せるというですね、力強いパパもいらっしゃるんじゃないのかなと思います。まあ、このような形でダウンですね、フード付きのダウン、スポーティなものを持っておくというのが、まあ、まずはベースになるかなと思うので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思います。でカラーに関しては、まあ、やっぱりブラックかもしくはオリーブですね。ユニクロのハイブリッドダウンパーカーのオリーブすごくいい色なので、このあたりを着るのもいいと思いますし、まあ、ノースフェイス系だったら僕はまあブラックを選んでもらった方が、まあ、長く使えるかなと思うので、そのあたりはいいんじゃないのかなと思います。特にバルトロだったらブラック一択だなと思ってまして、コンパクトノマドだったら結構オリーブもいい色なので、まあ、そのあたりもですねチェックしながら、ぜひ皆さんアウターを選んでいただければなと思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、これもアウター出しておきたいなと思います。先ほどロング丈のコートはなかなかパパのスタイルには合いづらいという話をしましたが、かといってダウンだけで過ごすのもなかなか厳しいかなと思うんですね。まあ、外遊びだとかが中心の時にはダウンが非常に大切なアイテムになってくるかなと思うんですが、お買い物に行ったりだとか室内で過ごすことが多いような休日も、まあ、確かに多いと思うんですね。まあ、そんな時にダウンだとオーバースペックなので、僕はもっておいていただきたいのが、何度も何度も擦り倒してしまって恐縮なんですが、これですね、グリーンレベルのセントデールウールカバーオールなんですね。これは僕自身もやっぱり制作に携わっているので思い入れがあるんですが、僕のライフスタイルを加味するとやっぱりこれぐらいの丈のアイテムがめちゃくちゃ使いやすいんですね。ダウンのようなスポーティーな雰囲気ではないけども、ロング丈のコートが持つような素材感ですね。実はこのセントウールの素材を使ってロング丈のコートもあるわけなんですが、その上品な素材感を使いながらも丈の長さが長すぎないんですよ。お尻がギリギリ隠れるぐらいの長さにしてあるので、これだったらそのまま公園に行ってもですね、しゃがんでも裾が地面につかないので非常に使い勝手がいいんですね。そういった僕のライフスタイルも加味しながら作ってるので、これは絶対イケてるパパには使い勝手のいいアウターかなと思っています。大人っぽい上品な素材感と絶妙な丈の長さというところですね、バランスがいいなと思います。で色なんですが、これはモカ推しですね。ちょっと在庫がもう怪しいんですけどね、ほとんどないかなとは思うんですが、こういったモカだとちょっと柔らかいイメージになるんですね。まあイケてるパパ、おしゃれなパパというのはベージュ使いがうまいというのが僕の中での理論としてありまして、まあブラック、ネイビーとかダークグレー、このあたりは鉄板でもちろん使うんですけども、ちょっとこう柔らかさだとか雰囲気の良さを出すためにはベージュとかモカみたいなカラーをうまく使ってあげるとバランスがいいかなと思うので、このカバーオールだったら結構モカ推しですね。あとはダークグレーももちろんいいですね。まあ、汚れを気にしたくないというパパは非常に多いかなと思うので、そういった時にはダークグレー推しなので、まあ、どちらかを持っておくといいんじゃないのかなと思います。まあ、特にダウンがブラックなので、それに対してこうモカぐらいのですね明るいカラーを持っておくとアウターだけでですねだいぶ印象変えられるので、この2つのですねカラーバリエーションがまず鉄板かなと思います。もしくはダウン自体をオリーブ選んでカバーオールをですねダークグレー選ぶというのもいいかなと思うので、そのような形でおしゃれなパパ、こういったカバーオールみたいなそんなに長すぎないアウターですね。他にもですねカバーオール以外にもミドル丈ぐらいのコートなんかもですねあったりするので、そういったもので代用するのもいいかなと思うので、ぜひチェックしていただければなと思っています。
はい、続いて3点目はですね、アウターの内側に着るアイテムなんですが、このあたりで言うと、やっぱりこうスウェットなのか、パーカーなのか、ニットなのかという3択になってくるかなと思うんですが、まあ、個人的にはやっぱりおしゃれ感を出す意味ではですね、まあ、ニットがいいんじゃないのかなと思います。まあ、ニットだと、やはりこのパーカーだとかスウェットに比べると、適度に綺麗な雰囲気も出つつ、まあ、綺麗すぎないようなカジュアルさもあるので、すごくですね、大人世代にはハマりのいいアイテムかなと思うんですね。なのでニットを持っておいていただきたいんですが、ここで一番最初にお伝えした通りですね、使い勝手の良さだとか選択のしやすさというところをかなり意識する必要があるかなと思うんですね。結構奥様からのリクエストで、そんなに選択しづらい服は買わないでくれっていうのもあったりするんですよね。やっぱりニットっていうとスウェットとかパーカーに比べると選択の時に気を使うんですよね。これ引っ掛けないかなとか、これ洗濯機入れちゃっていいのかな、手洗いじゃなくちゃダメなのかなとか、いろいろと気を使う部分もあるので、そのような手入れのしやすさはニットを選ぶ上では結構重要かなと思います。そこでご紹介したいのは、これ先日ですね、プラステさんにいた時にもご紹介しましたが、ライトウェイトクルーネックセーターカッコ、マシンウォッシャブル、このカッコの部分がめちゃくちゃ重要なんですね。洗濯機で気軽に洗えるというところがやっぱり重要になってくるので、これだったら奥様にもですね、手間をかけずにケアをすることができるので、皆さんにお勧めしたいアイテムかなと思います。で、ニットの色をどんなものを選ぶべきなのかというところなんですが、やっぱりですね、冬の着こなしってどうしても色が重たくなりがちなので、明るいものをニットを選んだ方が僕はいいなと思っています。イケてるパパとかおしゃれパパを目指すときに色選びってすごく重要なんですけども、でもあんまり派手な色って僕は必要なくて、着こなしの中に1点だけでも加えてあげればいいかなと思ってるんですね。まあ、その時にアウターだとかボトムスに綺麗な色を取り入れるっていうのはなかなか難しいんですよ。特にアウターなんかは1着とか2着で回すので、色が綺麗だと悪目立ちしますし、その色のイメージは強くなってしまうので、ブラックだとかオリーブのような落ち着いた色の選択はいいかなと思うんですね。ニットに関しては内側に入れますし、単価もアウターよりは結構気軽に買えるので、そこで差し色を使ってあげるのがいいんじゃないのかなと思います。おすすめしたい色としては、ホワイトのような爽やかさだとか、まあグレーもすごくいいかなと思います。まあグレーと言いながらも本当にライトグレーで少し明るさが足せるぐらいの色なので、このあたりがおすすめです。あとはブルーですね。このあたりの発色のいい色というのも、ブラックのダウンだとか、あとはオリーブ系のダウンにも相性がいいので、すごく使いやすいかなと思います。このあたり2色ぐらい持っておくとまず間違いがないかなと思いますし、ケアのしやすさも含めて使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。このライトウェイトシリーズというのは結構1着持っておくと秋冬春まで使えるので、結構ですね3シーズン使えるというところでも便利なアイテムなので、ぜひ皆さんイケてるおしゃれパパを目指すために、このような丸首ニットも足していただければなと思っています。はい、続いて4点目はボトムスに行きたいと思うんですが、ボトムスはですね、いろんな選択肢がありますが、個人的におすすめしたいのはイージーパンツのブラックもしくはグレー系かなと思っています。まあ、このあたりは僕の動画の中でもおなじみなので、まあ、特に意外性はないかなと思うんですね。ただボトムスにもいろんなシルエットがあるんですが、その中でもおしゃれなパパを目指すのであれば、あんまりこうワイド感がありすぎても良くないし、かといってちょっとこうスキニーみたいなものもやや古く感じてしまうので、適度にもも周りにゆとりがありながらも膝から下にかけてテーパードが効いているというボトムスがやっぱり鉄板で使いやすいですし、スタイルもよく見えつつ、まあ程よく今っぽさも見えるので、間違いのない選択肢かなと思います。具体的に言うのであれば、グローバルワークのアーバンスラックスですね。このあたりは結構スラックス調になってまして、ウール見えする素材感ですし、綺麗に見えるんですね。まあ、シルエットはちょっと細めなので、ちょっとぽっちゃり体型の方には難しいんですが、痩せ型から普通体型の方にはハマりがいいボトムスだなと思います。オリーブのアウターとかモカのアウターなんかの時にはブラックを合わせてもらうのがいいと思いますし、ダウン自体がブラックの場合はグレー系ですね。このあたりを選んでいただければモノトーンで合わせられるので、まず間違いがないかなと思います。めちゃくちゃ今っぽいパンツというわけではないんですが、やっぱりスマートに
見せるということも、おしゃれなパパにはすごく大切なポイントで、第三者から見た時の印象というのは、このあたりまでがやっぱりこう理解の範疇になるので、まあ、すごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。もしくはもうちょっと予算を上げるんだったら、グリーンレーベルのオールマイパンツですね。このあたりでもう間違いがないかなと思います。アーバンスラックスよりはややゆとりがあって、トレンド感もややですね、グリーンレーベルのオールマイの方があるんですね。まあ、このあたりはお好みで選んでいただきたいなと思うんですが、いずれにしろ色はブラックか、もしくはグレー系を選んでいただければ、まず間違いがないので、ボトムスはやや綺麗め方向に振ってあげるということですね。アウターが結構ですね、スポーティーな感じになってくるかなと思うので、まあ、それに対してボトムスは結構綺麗めな感じで合わせていただくのもいいかなと思います。まあ、ちなみにアーバンスラックスに関しても、オールマイパンツに関しても、マシンウォッシャブルが可能になっていますので、このあたりの使い勝手も含めて便利なんですよね。まあ、最近はこのような日常でのこうケアのしやすさっていうところがしっかりとしてないと、なかなかお洋服って売れづらいという背景もあって、結構ですね、扱いやすいものが増えてる印象なんですね。まあ、そのあたりはうまく利用しながら、まあ、パパの着こなしって結構汚れやすかったりするので、うまくケアについてもですね、考えながらものを選んでいただけるとすごくいいんじゃないのかなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、足元ですね。靴はどんなものを選ぶべきなのかというところで、ここは何のひねりもなくて申し訳ないんですが、白系のレザースニーカーが、まあ、使いやすいかなと思いますし、印象面でもすごくいいアイテムになってくるんじゃないのかなと思っています。まあ、結構なんだかんだで、白レザースニーカーってもう散々語り尽くしてきてるわけなんですけども、休日のパパの着こなしを見ていても、白レザースニーカー履いてる方って、そんなに多くないんですよ。もっと普通のこう、運動靴とか、今にも走り出せそうなようなスニーカー履いてる方の方が圧倒的に多くて、まあ、綺麗めと呼ばれるような白レザースニーカー履いてる方もなんだかんだで少ないんですね。なのでこのあたりを押さえておけば、まず間違いがないようなベースになるようなアイテムかなと思います。もちろんおしゃれ初級者の方から意外と上級者の方まで白レザースニーカーって履くんですね。中上級者の方が選ぶときにはやっぱりちょっと凝った形のですね、白レザースニーカーを選んだりするわけなんですが、本当にこう初級者から中上級者まで使うようなベーシックなアイテムなので、このあたりは間違いがないかなと思います。着こなしの中でパッと明るい印象になりますし、清潔感もあって小綺麗にも見えやすいので、まあ、間違いのない選択肢だと思います。まあ、選ぶのであればいろんな選択肢がありますが、例えばコンバースのオールスタークップのような本当にプレーンな感じですね。このあたりが印象的には間違いがないんですね。余計な要素がないっていうこともすごく重要だったりするので、ドシンプルを目指すのであればオールスタークップがいいかなと思います。ただこれだとちょっと退屈に感じるんだよねという方もいらっしゃるかなと思うんですね。まあ、そんな時にはジャーマントレーナーですね、アディダスのジャーマントレーナーですね。このあたりも先日動画でご紹介しましたが、少し癖があるんですね。素材使いに切り替えがあったりだとか、ソール部分の色もちょっと微妙に違かったりするので、やや癖を取り入れたいのであれば、ジャーマントレーナーぐらいで抑えておくのがいいんじゃないのかなと思います。ただ意外とですね、ジャーマントレーナーのいわゆるガムソールですね、ブラウンの明るいものとかだと、結構やぼったく見えて、なんかいまいちじゃないって奥さんに言われることもあったりするので、このあたりは注意が必要なんですね。まあ、奥さんと相談しながら、オールスタークップなのか、もしくはジャーマントレーナーなのか、このあたりはですね、ぜひ皆さんもですね、選び分けるといいんじゃないのかなと思っています。まあ、もしくはニューバランスのグレー系のスニーカーですね、1万円台中盤で買える CM996 だとか、まあ、このあたりもかつてはこうおじさんっぽいダサいスニーカーという言われる傾向もあったんですが、最近は女性もですね、ニューバランス結構ブームで履いてる方も増えてきていて、ニューバランス全体のこうイメージも底上げされてきたので、まあ、そういった形で、まあ、このようなグレー系のニューバランスを取り入れることで少しトレンド感出すのもいいかなと思うので、白系のレザースニーカーなのかグレー系のニューバランスなのか、このあたりはお好みでぜひ選んでいただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではおしゃれなパパが選ぶべき冬服5選というテーマでお届けをさせていただきました。結局ですね、アイテム単体で見るといつも大山さんがお伝えしているアイテムばっかりじゃないかというところにですね、帰結するかなと思うんですが、まさにその通りなんですね。ただ一個ずつのチョイスにも全て理由があって、素敵なパパを見せるためにはややスポーティー寄りがいいですよとか、綺麗すぎるものよりも丈の長さなんかは調整しながら動きやすさみたいなところ
ところも意識した方がいいですよということで、今回はアイテムをチョイスさせていただきました。あとはいつもよりも洗濯のしやすさだとか、そのあたりにも注意を向けながら考えてみたわけなんですが、まあ、このあたりを持っておけば、まずですね、いまいちなパパに見えることはないかなと思いますし、めちゃくちゃおしゃれなパパに見えることもないと思うんですよ。ただ程よく他人から理解されるような雰囲気のいいパパにはなれるかなと思うので、ぜひ皆さんもこちらの動画参考にしていただければなと思っています。最後にですね、コーディネートもお見せしながら締めくくりたいと思います。まずはですね、ダウンを使った着こなしですね。ブラック系のダウンを使って、その内側にはちょっと鮮やかな色のニットを着てみました。そしてボトムスに関してはブラックのダウンに対して、まあ、ブラックのパンツでまとめてしまうのもいいんですが、ちょっとグレーぐらいでやや色味を変えてあげるというのもバランスがいいんじゃないのかなと思います。で、足元に関しては白レザースニーカーでしっかりと明るさを足してあげるというコーディネート、これに関しては決して100点の着こなしではないんですが、ちゃんとですね、清潔感があって今のトレンド感も程よく抑えたような着こなしになっているので、まあ、好印象は得られるのかなと思います。そしてもう一つ、こちらはカバーオールを使った着こなしです。ブラックのダウンに対して今度はちょっと明るめのベージュからモカのカラーを使うことで明るさを出しています。ニットの色に関してはモカと馴染みのいいようなホワイト系を使って、ボトムスに関してはブラックで引き締めているという形ですね。靴に関してはこちらではあえてニューバランスを使うことで少し柔らかさを出すような雰囲気で仕上げています。まあ、このような2つのコーディネートができれば十分ですね、素敵に見せられるかなと思うので、ぜひ皆さんもトライしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルではこのような形でメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思っているんですが、まあ、普段の動画ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドに関しては、僕がもう一つ運営してますこちら YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、ライブ配信をやっていますので、皆さんからいただいたご質問に直接お答えしながらワイワイ楽しくやっています。気になる方はぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。また普段なかなかゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日お届けをしています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストだとか専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。